スマ型防護巡洋艦は、日本海軍の防護巡洋艦。同系艦2隻。初の国産防護巡洋艦である、秋津島の小型化改良型である。1891年度に1隻、1893年度に1隻が、計画され、横須賀守述造船部で建造された。1894年の日清戦争開戦には、間に合わず1番艦。 妻が1896年、二番ア赤シが1899年に巡航した。赤シは、妻から船体寸法などが変更され、容目が若干相違する。妻は1898年の類別生態より三等巡洋艦とされ、1899年には法人保護のためマニラに派遣された。赤市は、春光時より三等巡洋艦に編入され、 両館で1900年の義和団の乱により大古に派遣。日露戦争では公海海戦、日本海海戦等に参加した。1912年に二等巡洋館となり、第一次世界大戦に参加した。1921年に二等海防艦に類別変更。妻は1923年に除籍となり1928年に敗戦となった。 赤氏は1928年に除籍、1930年に激沈処分とされている。ありがとうございます。